どうも皆さんこんにちは、青木です。聞こえてるかわかんないですけど、今ケローナのエアポートにいます。空港に今回はバンクーバーに、旅行っていうか、最初はもともとファッションウィークのためだけにバンクーバー行く予定だったんですけど、ちょっと予定変更というか、予定変更です。諸事情あり、一応バンクーバーファッションウィークには出られるんですけど、1日オフができたというか、3日出ようと思ってて、2日だけ出る。でそのうちの1日は、ショーに出れるかもわかんないんですけど、そんな感じで、とりあえずバンクーバーの旅行みたいな感じで、今回はVlog回していけたらいいなと思ってます。で今空港にいるんですけど、わかるかな、思ったより人がいっぱいいてちょっとびっくりしてます。楽しんでいきたいと思います。はい、ちょっと課題があるんで、課題をとりあえずやりたいと思います。また後で。はい、1時間ぐらいしてバンクーバーにやっと着きました。今空港でこれから荷物取りに行きます。これから荷物取りに行って、4時まで Airbnb で借りた宿入れないんで、チェックインできないんで、時間潰すんですけど、マジで何するか決めてないから、本当にとりあえずダウンタウンの方行ってご飯食べて、でその後、ちょっとモールに行って買い物でもしようかなっていう感じで時間潰して、夕方バンクーバーにいる友達と会う予定があるので、それまでちょっと観光がてら時間潰したいと思います。はい、荷物ゲットしたんで、これから電車かな、スカイトレインに乗ってとりあえずダウンタウンまで向かいたいと思います。でも全然マジでどこやって行ったらいいかわかんないわ。
ポテトの量が。Coming home any place we wander to, any season we go through, I'll be fine as long as I'm here. とりあえずなんかオーナーさんに連絡したらもうチェックインしてもいいよって言ってくれたんで、とりあえずチェックインしてスーツケース置いて、でそこからまたまあ、ちょっと面倒ですけどダウンタウンに戻るっていう感じで、まあ、ナナイモっていう駅そんなにダウンタウンから遠くないんですぐ着くし、まあ、ちょっと電車賃あれだけど、まあ、しょうがないかなっていう感じで、まあ、とりあえず荷物を気に入ってます。まあ、ケローナにない、例えば服屋さんとか H&M ないんですよ、ケローナに。なんでまあそういう感じのなんかバンクーバーでしかできない買い物系、まあ、とりあえずしに行こうかなっていう感じです。はい、じゃあもうそろそろ宿に着く。着きました。こんな感じ、クローゼットマジでベッドしかないって感じですね。まあ寝るだけなんで別に全然いいんですけど、これからまたダウンタウンに向かいたいと思います。1時間ぐらい、まあゆっくりしてというか買い物行って近くにT&T っていうなんかアジア系のスーパーがあったんで、そこでとりあえず水と明日の朝ごはんだけ買って、でちょっと YouTube 見てゆっくりして、すごいなんか眠いんですけど、まあせっかくバンクーバーに来たんでこれからダウンタウンに向かっていきたいと思います。天気がねなんかあんまり はい、どうも。もう夜の11時です。明日はバンクーバーウィーク、ファッションウィーク行きます。まあ、ちょっとショーには出れるかわかんないんですけど、倍率が高すぎて、なんかメンズのモデルは何人だったか15人くらい必要らしいんですけど、なんかメールで70人くらいいるみたいな、絶対嘘だろうって思うんですけど、まあ明日はコネクション作りということで、そんな感じで楽しんでいきたいと思います。明日選ばれるかな、キープレスコース。グッモーニング、おはようございます。
の金曜日の朝ですね。これからまだちょっと時間あるんで、集合時間が11時45分、まあ、チャイナタウンのどっかなんですけど、まだちょっと時間あるんで、とりあえずダウンタウンの方に行ってコーヒーが飲みたい。朝コーヒー飲まないと生きていけない人なんで、どっかのカフェに行って、あと見えるかな、ピアスなくして片っぽしかついてないから、もしピアス変えたらどっかで買おうかなと思ってます。今日じゃなくてもいいんですけどね。とりあえずコーヒーが飲みたい、どっかで。なのでまずダウンタウンに向かいたいと思います。そんじゃまた後で。これから会場に向かいたいと思います。まあ20分ぐらい早く行くんですけど、まあ知ってる人もいるし、話してれば多分あっという間に11時45分55分だったかなになるかなっていう感じで、まあこれからバス乗って会場に向かいます。楽しみですね。会場に着きました。これからセレクション、まあ、キャスティングって言ってデザイナーさんと会って誰選ぶかっていうのが始まります。後ろにいるのはみんなモデルさんたちです。Around with the town to town, we'll be in the place and we rock like this, like.Thank you.
今日本当はあのショーに出れるか分かんない感じで、まあ、そんな期待してないで行ったんですけど、まあなんとか日本人のデザイナーさんだったっていうこともあってありがたくショーに出させていただきました。ハッピー東京さん、どうもありがとうございます。まあ、これからご飯食べに行って、で明日またショーに出るって感じですね。まあ明日は確実に1個は出れるかなって思うんで、まあ期待してます。まあ日曜日はちょっとまだ出るか分かんないですけど、まあどっちでもいいかなって感じですね、正直。とりあえずなんかもう2回出れれば個人的には満足なんで、まあそんな感じでこれからバンクーバーにいる友達とご飯食べに行きたいと思います。今日のご飯はここです。ジンヤ、almost caught.